最高。甘い、うまい、辛い。これは面白い。What's up guys? This is Sochai。皆さん調子どうですか。今日はこちら。ダン。ラーメンタツさん。どんなラーメンに出会えるんでしょうか。ぜひ行ってみましょう。こんにちは、あのラーメンタツのオーナーシェフをやっていますウェイン影山です。おかげさまで、今年で9年になります。メニューとしてはあのラーメン12種類以上、出していまして、いろんなあのお客様が楽しめるラーメンを、提供しています。おすすめしているラーメンはあのスパイシー味噌です。スパイシー味噌のベースは豚骨ですか。いや違います、チンタンです。はい、スパイシー味噌でございます。すげえ、このもう色がいいね。すげえ、やばくない。一応あのスパイシーソースはあのハバネロチリを使ってまして、まずその香りとこのチリペッパーの風味を出すためにあのチリペッパーを炒めてます。で、大体ちょうどいい焦げ目が出たらもうあの一旦取り出して、あのミキサーで、はい、豆板醤とあの、コチュジャンを混ぜてます。で、味噌も自分のレストランで作ってる味噌なんで、結構相性のいいあの組み合わせだと思います。うわー、あー、もうね、香りがスパイシーさ、感じるんだけど、やっぱりなんかもう絶対美味しいだろうなっていう匂いがすげえ我慢できない、もう食べちゃおう。もうまずはスープいきます。うん、うまい、辛いです。味噌の甘み、旨味から、いや違うな、これ甘みが先で、甘みがバーンときて後に旨味に変わるんですよ。で、最後辛み。面白いね、これね、なんていうの、このグラデーションじゃないけど、この味のコントラストがだんだん変わっていくのが舌の上でわかる。結構珍しいかも。で、豚骨の方は、3種類の豚の骨を使ってまして、だいたい17-18時間、2日にわたってあの煮込んでいきます。だいたいそうですね、100リットルぐらいの水からスタートして、だいたい出来上がるのがそうですね、だいたい35から40リットル間ぐらいですね。そうですね、もう毎日あの作ってる状態なので、はい、もう毎日スープここで作ってます。はい、麺は中太の縮れ麺です。で、これはあのベンダーで特注であの仕入れています。麺いきます。この麺、うん、最高です。もうね、相性ってあると思うんですよ。麺とスープの相性、これ抜群だと思います。相性を考えて選んだ麺だけあるなっていう感じで、で、喉越しもいいし、麺を食べてでも一番最後にこの辛みっていうのが引き立つっていうか、いや、うまいな、これ。うん、甘い、うまい、辛い。これは面白い。これぜひみんな食べてほしい。これね、結構ね、味わって食べるといいと思う。あのただガツガツ食うよりかは、味わってこのコントラストをね、グラデーションを楽しんでいただく。チャーシューはうちは豚バラ使ってまして、あの使ってる材料はすごくシンプルなんですけど、で、あの大体3時間ぐらい煮込んでいます。あとね、これあのさっきお願いしたんですけど、僕基本的にチャーシュー好きじゃないですか。で、
基本的にはチャーシューはこのメニューには入ってないらしいんですけど、ちょっとお願いしてチャーシュー入れさせてもらいました。これもう分かります、このトロ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 です。いただきます。うん、歯切れ最高。あ、もうないです。もう3回ぐらいしか噛んでない。筋がなくてもう完全に口の中で溶けちゃう。こんなの、あ、もうないです。こんなのある？ないよね。やばい。いやー、これですよ。やっぱり卵。これもね、もうあのお店の色が出るっていうか、もうまさに味が出るんですけど、黄身の硬さだったりとか、やっぱり店によって違うと思うんで。うん。もう完璧です。最高。完食です。やっぱラーメンって深いよね。やっぱりそこには何十時間も、煮込んだものと、やっぱりそういうこだわりが詰まってるから、本当にそう考えるとものすごい安い、うん、値段以上のものがここにあると思う。本当に味噌をお店で一から作って、こだわりのあるものでこう絡めて作るっていうのがあんまないから、こだわったラーメン、本物のラーメンっていうのを食べたかったら、もうぜひね、あの食してほしい、食べてほしい。っていうか、もう汗がすげえ。いや、ごちそうさまでした。とにかくあのお客さんの声を大事にしています。まあ、ロサンゼルスからあの来てすぐにオープンしたので、あまりあのお客さんが何を求めているのかっていうのを最初分からなかったんですけど、オープンして、まあ、2,3 年経ってお客さんが、まあ、来るようになって、まあ、いろんな意見を聞くことができたので、それで、まあ、その日本の味をこっちで、まあ、楽しめるっていうそのポリシーからぶれないように、それつつあのお客さんの声を聞いて、みんなに喜ぶことができるようにいろいろ変えていきました。ラーメン自信はありますか？あります。